まあ、お金を稼ぐことは悪ですかっていうねキーワード、これよく出てきますよね。よく出てくるってことはお金を稼ぐことは悪いことだっていうふうに考えてる人がいるってことでしょう。結局ね、お金を稼ぐことが悪である、お金を稼ぐことは悪ではないって人の割合が100対0になることはなくって、ある一定の割合でこうね、その時の状況に合わせて変化するんでしょうけども、まあ、私はずっと変わらないのはお金を稼ぐことは善であるっていう考え方じゃないかなと思うんですよ。でそもそも信頼してる人、信用してる人にしか人はお金払わないと思うんですよね。で結果的に信用とは違った形になったら裏切られたとか言いますけども、そのお金を払った瞬間っていうのは完全に信頼関係が成り立っていたわけじゃないですか。で人は変化するんで、その後で約束が果たせなかったりね、払ったお金が実は多すぎたんじゃないかなって感じることは結構あるんですよ。まあ、例えば通販でテレビ買いました。5万円でした。1週間後テレビのチラシを見たら、新聞のチラシ見たら同じテレビが3万9800円で特売で出てました。これ5万で買った売った業者って詐欺ですかね。だからやっぱり全ての商品に対して全ての価格を私たちは網羅してるわけじゃないんで、その時点で確認しうる価格設定を信頼するしかないですよね。で販売してる方が例えばテレビを5万円で売ってます。でもこっちでは3万9800円で売ってることを知っている。でもそれを隠して5万円で売ることは悪ですかってことなんですよ。それはずるいじゃないかっていう人もいますけども、でも5万円で売る業者さんにもね、仕入れ値があるわけですよ。じゃあ仕入れ業者さんをお客さんに教えて自分は全く儲かりませんってことをやっていいんですかってことになっちゃいますよね。そこに利材をいくらまでつけたらインチキで、いくら以上はダメなのかってことを誰が決めるのかなってことですよ。だからやっぱりね、後付けで詐欺だとか裏切ったっていくらでも言えるんですけども、その時点で自分の見識で最大限選択した結果はまさに自分が選んだことであり、自分でクリックしたことであり、自分で入金したことであるってことはね、もう変わらないと思うんですよね。でそこに難癖をつけてお金を稼ぐことは悪だっていうのを後付けしてるだけだと思うんですよ。お金を稼ぐことがどうしても許せないならお金を稼がないでくださいってことですよね。お金を稼いでる人を羨ましがらないでくださいってことですよね。世の中の大富豪ジェフ・ベソス悪ですか、孫正義悪ですか、堀江貴文悪ですか、政治家官僚悪ですか、どうなんですかね。極端な話するとお金を稼がない人の方が悪なんじゃないかなって考え方もありますけども、いかがでしょうか。ちなみにですね、ちなみに前回の何ですかね、山登りに例えた例を別の例えでいきますと、実はねアダルトの業界にはこういう言葉があるんですよ。なんで性行為をするんですかと。性行為は本能だからって言うけど、いや子供を作るという本能に基づいてやるんだったら否認はしないでしょってことなんですよ。でもなんで否認をしながら性行為するんですかと。それは行動そのものが目的になっているっていういい例じゃないかなってことなんですよ。ですんでお金を稼ぐ人ってのはその稼いだ結果お金が増えるということも確かに目的なんだけども、稼ぐ行為そのものが面白いよってことなんですよね。よくね軍人やボクサーが現役を離れても相変わらずそのロードワークに出たり筋トレをするってことがありますけども、もうそれがね習慣化して好きとか嫌いとかをもう通り抜けてね染みついてるんでしょうね。だからそういう人々の習慣っていうのがたくさんある中で、目的のために何もしないっていう習慣が染みついちゃった人ってのはこれは悲惨ですよ。本当に結局はその習慣に戻っちゃうんで、何もしないっていう習慣に戻っちゃうんでね、目的がいつまでも空回りしちゃって頭にはあるんだけどもたどり着かないっていう図式ができちゃうんでしょうね。やっぱりね、いってらっしゃい。